北朝鮮で開かれている航空ショーで参加した空軍の現役の戦闘機のパイロットが制裁による燃料の禁輸について影響は限定的なものだと強調しました。相次ぐ核実験に対する国連制裁の一環として北朝鮮への航空燃料の輸出は全面的に禁止されています。女性飛行士ですね、写真を撮ろうとですね、多くの人が集まってきてます。北朝鮮初の航空ショーは新たな外貨獲得の手段と見られています。